はい、7月の20日です。映しておりますのが浜坊を映しております。この五弁の花が、螺旋状についておりまして、中の方は、褐色の色をついております。この花、一日花で、次の日になりますと、このように、しぼんでしまいます。これ樹高が、4メーターほどありまして、これちょっと実験で、かぶせてありますけども、このような木で、日本の主に海岸線の、河口付近の、泥地なんかに、自生をしております、ヒビスクスの、浜坊、浜に生えている坊という、意味で浜坊という名前がついているらしいんですけども、ちょっといまいちその名前の意味が、ピンとこない、名前になっております。浜坊、そして、こちら、浜郷です。この紫の花が今咲いております。浜郷ですね。こちら、葉の裏が、よく見ますと真っ白、細かい毛が、密生しておりまして真っ白に、見えます。塩水の果実がついております。以前、人参木を紹介したんですけど、その仲間です。この仲間は、大体香りがありまして、こう葉をちょっと触ってもらいますと、いい香りがしております。これも海浜海岸線に、生える、樹木になります。浜郷、そして今赤い花が咲いております。こちら、エゾミソハギになります。このミソハギ科の、ミソハギ、エゾミソハギですけども、ミソハギに比べますと、毛がこの茎の部分ですね、非常に毛が多いので、区別されております。これも花をよく見ますと、六弁の花がついておりまして、おしべが12本あります。長いおしべが6本と短いおしべが6本、そしてめしべが奥の方にあります。京都府の絶滅危惧種に指定をされておりまして、主に日本海側の、沼地っていうか、海岸線の、やや湿ったところに、自生をしております。こちらはミソハギになります。海浜性の樹木を、本日紹介をいたしました。浜郷とそして浜坊ですね。ハイビスカスの仲間になります。